お？我が輩の出番か？騒がれる前に仕留めるぞ。町内ぽよ。聞こえないかい？この用途。死なねえ程度に料理してやりゃいいんだ。オーダー。奪え、アルセール。決めるぞ、ヘルスだ。出番だ、マンドラン。料理してやるよ、ヘルスだ。見事な判断だぞ。ハイライトチャンス、ぶち上げろ。ボテン、アルセール。うお、震え。ペルソナ！主役の僕より目立ってんじゃねえ！この脇役どもが！あ、そういえばいいこと思いついちゃった。お前らの相手なんか偽物で十分だよね！偽物。おとなしく舐めてやれ。ノリノリで行っちゃおう。ぶち上げちゃいな。めっちゃ湧いてこ。アルセール。決めるぞ、ヘルスだ。めんどくせえ。もう一度。奪え、アルセール。決めるぞ、ヘルスだ。風間けるぞ、マンドラン。行くぜ、ヘルトロ。なぜかと、やはり主役の輝きは隠しきれないってこと。なあ、プンプンしてたぜ。嘘で塗り固めた。ひどいかな。準備バッチリ。かっこいいとこ見せちゃって。これだ。ヘルトラー百個。これでどうだ。アルセール。決めるぞ、ヘルトラ。めんどくせえだ。なぜバレた。やはり主役の輝きは隠しきれないってこと。ああ、プンプンしてたぜ。嘘で塗り固めた。てめえのくせえ匂いがな。てめえがなんかに。しきれ。やろう。準備できたんよ。ノリノリでいっちゃおう。テンション上げてく。見事な判断だぞ。めっちゃ湧いてこ。ペルソナ、これでどうだ。我が輩がお前らを支えてやる。助ける。やってんじゃねえ。こんな技法書いた覚えろ、名人だ。大層薄っぺらい脚本だったようだな。
ハリボテみてえなウソ800の構成だったぜ。お前に対しての慈悲はねえ。奪った欲望の分だけ懺悔しな。ダメだ、それ、それだけを。僕の唯一の。いいさ、偽物相手で物足りなかったところだ。生意気なクソガキども、様らを切って。正々堂々、お前が語る本物ってのを叩き潰してやる。キラ切って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 、お前らの誇りごとぐっちゃぐちゃのミンチにしてくれるわ。いよいよ映画もクライマックス。鋼よりも強靭なこの刃、悪党どもの息の根を止めてくれ。何が悪党だ。俺が欲望を奪った大悪党はてめえだろうが。まずい、これはまずい。アルセール決めるぞ。もう一度。来い、アルセール。決めるぞ。ヘルスロー。準備バッチリ。かっこいいとこ見せちゃって。ゴーテン、アルセール。いただいていく。うまい、アルセール。マンドラン、料理してやるよ、エトロ。見事な判断だぞ。準備できたんよ。上、ドロー。とどめだ、エルサロン。ありがとう。やられやつの息もできねえのかよ。
甘いな。パーフェクト回避チョメリグ、クソやるな。最大のチャンス、ぶち上げろ。いった、復帰元気ハッピーに。ノリノリでいっちゃおう、ぶち上げたいな。サラスバディ、いただいていく。助かる、見事な判断だぞ。マンドラ、俺らのもてなし、クライダー、我が輩がお前らを支えてやる。うまい、アルセール、決めるぞ。ヘルスだ、痛い痛い。もう一度、アルセール、決めるぞ。ヘルスだ、何をする。出番だ、マンドラン、エルトラ、何をする。ゾロ、ペルソナ、クギ、いいぞ。分かってねえな。チッ、わざ役の演技もできねえのかよ。ユニコーン、いただいていく。ほい、アルセール、あ、アンドラ、料理してやるよ、エルトラ。ショータイム、意を示せゾロ。とどめだ、エルトラ。助かる、ノリノリでいっちゃおう。テンション上げてく。ありがとう。ペルソナ、リャッコ、サラスバディ、ユニコーン、リャッコ、これでどうだ。我が輩がお前らを支えている。ステータスだ、マジヤバくない。決めるぞ、ペルソナ。痛い痛い。もう一度、押してねえ。アルセール、決めるぞ、ペルソナ。痛い痛い。ありがとう。ペルソナ、いただいていく。さすがワンダ、手上げ、いただいていく。この僕をメインで取れ、この僕をメインで取れ。メイン、分かってねえな。アルセール、セール、これでどうだ。我が輩がお前らを支えている。
ただいていく。マンドラ料理してやるよ、エトラ。ありがとう。トリマトリック言っとく。ノリノリでいっちゃおう。打ち上げちゃいな。めっちゃ湧いてこ。ゾロ、ここでペルソナだ。ペルソナ、サラスバディ、ユニコーン、ビャッコ、いただいて。さすがワンダ、手上げ。受けてみろ。このコーンをメインで取れ。しゃべなくてね。分かってねえわ。やられちゃった。超絶ピンチ。来い、アルセール。受けてみろ。我が輩がお前らを支えてやる。ありがとう。ペルソナ、これでどうだ。準備バッチリ。かっこいいとこ見せちゃって。いった。記者アリアリハベリー、今そこに飛ばすぜ。諦め悪い方なんだ。我が輩がお前らを支えている。アルセール、ペルソナ、もう一度。来い、アルセール。決めるぞ、ペルソナ。一体誰だ。ゾロ、とどめだ、ペルソナ。助かる。ショータイム。ノリノリで行っちゃおう。女王様にひざまずいたいな。このペルソサラスバディ、受けてみろ。助かる、助かる。元気が分かってねえな。マンドラ、ペルソラ、我が輩がお前らを支えてやる。助かる。来い、アルセール。決めるぞ、ペルソナ。何をする。ゾロ、ペルソナ。トリマトリック、ペルソナ。ノリノリでいっちゃおう。打ち上げたいな。ユニコーン、ビャッコ、いただいて。ハイライト、いけるよ。僕だぞ。やろう。マンドラ、料理してやるよ、エトラ。ありがとう。アルセール、決めるぞ、ペルソナ。一体だと。もう一度。主役は、僕だぞ。さあさあ、偽物のお客様はここに立つ資格はねえ。お前らは本物の主役を盛り上げるためだけのただの使い捨ても。この世界の全てが僕の輝くステージ。この舞台に逆らってくるやつはな、無残、無罪、無欲のまま死んじゃえ。
れることはやめたみたいだな。いや待て、やつからさっきと同行動を怠るのよ。光線アルセーヌ来い、アルセーヌ決めるぞ、ペルソナ。意を示せゾロ、ペルソナ。ペルソナ受けてみろ。何をする、出番だ、マンドラ。ペルソナ一歩の行動命じる。命じが分かってねえな。アルセーヌ、決めるぞ、ペルソナ。我が輩がお前らを支えてやる。助かる。トリマントリックゾロ、ペルソナ。トリマントリックペルソナ、いただいていく。さすが女、手上げ。ゆっくり味わいな。準備できたんよ。ノリノリで行っちゃおう。主役は僕だぞ。打ち上げたいな。めっちゃ湧いてこ。刀負けるぞ。料理してやるよ、ペトロ。見事な判断だぞ。準備バッチリ、かっこいいとこ見せちゃって。いただいていく。スタジオで追い詰められて。俺に行かせてくれねえか。奴を確実に狙える場所に移動したい。つまりわしらと別れての単独行動か。それでも危険は止める。元の姿に戻った。うん、これでシャドウのボス。そっか。いや、もう体も動かないや。君らの勝ちだ。持ってけ泥棒。少し待ってくれねえか、ワンダー。こいつに聞きたいことがある。おい。ああ。お前のこのフィルム、なんでこれが大事だったのか教えろよ。はあ？なんでそんなこと。お前がアジファイトで涙流してた理由聞いときたくてな。ずっと映画俳優に憧れていたんだ。
子供の頃に見た銀幕のスターたちに憧れてでも僕は顔もいいわけじゃないし、ようやく役をもらえてももうみたいな脇役ばっかり。どうあがいても僕は主役のような本物の俳優になることはできなかった。ずっと売れなくて、ずっと貧乏で、ずっと誇りなんて捨てるしかなかった。売れてた俳優たちに媚びて媚びて、うまいものを食べさせてもらって、裏では情けなくて、でもそのおかげで舌だけは肥えたんだ。それでグルメタレントに？と言っても始まりは地方のローカル番組だよ。でもはっきり批評する手法が受けたんだ。そこから少しずつ売れ出していくと、あちこちの店で、厨房にいる料理人たちが輝いてんだよ。僕が憧れた本物のスターたちみたいに目に輝かせて、まっすぐ自分の道を突き進んで。それで圧勝剣にも目つけたわけ。ああ、君に水をかけられたことは関係ない。圧勝剣の本物の味を知って怖くなった。自分の人生を偽物だって思うことが、俳優の誇りを捨てたことを。すまなかったらしい。それに圧勝剣のみんなも、偽物は僕の方だって。嘘で嘘を塗り固めて後戻りできなくなった。愚かで汚くて滑稽な、ただの悪人。こんな僕はもう生きてる資格すら。お前のことを許すつもりはねえよ。でも俺のラーメン、お前は認めてくれただろ。あの時お前は自分の舌に嘘がつけなかった。そこまでお前が成功したのも、あの時お前が裏切れなかったのも、お前の舌が本物になろうとしたからじゃねえの。最初から本物のやつなんて一人もいない。本物になろうとする強い意志が人の誇りや生きがいを生んでいくんだ。本物になろうとする意志。人ってさ、やりたいこととか夢もたくさんあるけど、大半は自分の思い通りにならないのは分かってる。才能もそうだし、怪我で断念したり自分で諦めたりとか。それでも欲望を失わずに何かの目標を見出して一生懸命生きてるんだと思う。自暴自棄になる気持ちもわかるけどさ。今までお前がはめちまった店全部に頭下げて、嘘の酷評も全て取り消せ、真相も全て話して、しっかり反省して、次は本物のグルメタレントとして店に来い。お前の誇りを俺が批評してやる。もしお前が一文なしになってても、俺がラーメン一杯くらいおごってやるさ。お前がまた泣くくらい、とびきりうまいやつを。ったく、あまちゃんだな、君たちは。まあでも、あの人と目も切れそうだったし、
一からやり直すにはちょうどいい。本当にすみなかった。悪事を告白して。おう、ただぶん殴って終わりじゃなくてよ。うわあ、パレスが崩れる。は？崩れ？急いで！そういうのは先に言っとけって。